Hi guys, Alex です。今日はクラウドファンディングについてお話したいと思います。Are you guys ready? Let's get started. まずは、クラウドファンディングとは、クラウドファンディングとは、群衆資金調達という言葉から組み合わせたものです。インターネット上で多数の人に資金調達呼びかけ、サービスや商品のアイデアに賛同した人たちから資金を集める方法です。次はいつクラウドファンディングが始まったのか。2001年に最初のクラウドファンディングサイト ArtShare の運営が始まりました。その後もインターネットの普及に伴い、米国で Indiegogo や Kickstarter 等のサイトが拡大し、クラウドファンディングが資金調達の方法として一般的なものとなりました。日本では2011年に初めて Ready4 がサービス開始し、現在では様々なサイトが存在しています。クラウドファンディングには種類がある。融資型、株式投資型、購入型と寄付型です。一般的なのは購入型ですね。購入型クラウドファンディングでは、支援者はリターンとして支援金に応じた商品やサービスを受け取ることができます。次はまとめです。一つ目では、クラウドファンディングとは多くの人から支援を受け、企業や商品販売を始められる。二つ目は、クラウドファンディングにはたくさんの種類があることです。今日の動画はこれで以上です。動画が良かったと思ったら、いいボタンをお願いします。あと、チャンネル登録と Twitter のフォローもお願いします。あと、私は毎日ブログ更新していますので、気になる方は、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。See you guys!